だけどさ、ウォールガイズ1回戦で負けたらって言うけどさ、エイペックスだって初動で押したら暇じゃん。お5試合毎回初動ないじゃん。いや、分からんぞ。これの場合ありえるんだよな。分からんぞ。俺は初動しないように頑張ってたじゃないですか、エイペックスは。頑張ってたね、あれね。真ん中だったし。そうよ。確かに。班長も協力してくれてね、ランドマーク取ったのに。なんとかあそこ取れたのに。あいつ気合入ってたからな。いいっすよ、別に 俺荒らされる分にはいいから、いいっすよ、ズルしてでも取ってきますよって言ってたから、全然ね。なんか変なことして取ってきますよ俺が。特攻そうそう、あいつ鉄砲玉みたいになってきてるから最近。俺がやりますよ、うん、俺がやればいいことないっすか。だいぶでもあの日足引っ張ったっすからね、他のチーム。あ、嘘。はい、もう初動ファイトして。もう完全オーダーのチームやべえみたいな感じになってましたよ、多分。あ、そうだ、繁盛ね、お店出すんだよね、カードショップ。あ、なんからしいっすね。ね、遊び行こう。繁盛のカードショップ、うん、なんかでもうできたんだっけ。なんか8月にはオープンするって。へえー、俺はカードわかんないから応援だけしとくわ。うん、俺もカードわかんないんですよね。俺もわかんないけど、買うのは好きなんだよな。あ、持ってんすか？結構持ってる。あの、多分50万円ぐらいのポケモンカード1枚2枚持ってた気がする。え、すごっ。うん、それ売りに行こうかな。圧力かけて。これ200ぐらいかって言いながら。マジこれ200ぐらいか、うん、これ200ぐらいかって言いながら、涙目で買い取る、うん、ちょっと買い取らせようかな。初動で初動でマイナス。圧がやべえな。結構だから最近その実業志向が若者に強くてさ、繁盛がカードショップやりたいって言ってて、うん、オニアが銭湯やりたいって言うから、そのうちオニアの湯もオープンするかもしれないよ。オニアの湯。オニアの湯いいでしょう。か、全然掃除されなそうなんだけど、遠足さそうだな。そう、繁盛のカードショップ、オニアの湯、加藤のキャバクラが今ちょっと候補として上がってるから、頑張ってお金貯めてんだみんなで。あと何必要っすか。あとはなんか飲食店。飲食店やりたくない。あ、そっか、ゆうたコンカフェ出すもんね。あ、そうだ。そうそうそう、なんかね、最近そういう実業志向強いんだよな、みんな。すごいな。うん、俺できないわ。オニアの家は一番金かかるだろうな、相当に。じゃあ、ダソクさん、川村判定開きな。あ、確かに確かに。オニアの家に作るわ、じゃあ俺。あ、いいね、併設してね。そうそうそう、農園でも開こうかな、じゃあ俺。でも開かれてるじゃん、それを継げばいいだけだし。うんこちゃんのキャバクラ全員なんか元カノだけにしてよ。やだよ、なんでそんな行かれてるじゃん俺。いや、俺の元カノさんもう結構なおばあさんだぜ、もうみんな。まあまあまあ、あるよ、そういう、ね、40近いぞ、うん、コンセプトのお店もある。40近いお姉さんだけど来てくれるかな、みんな。